新芝浦駅は神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道鶴見線の駅である。駅番号は五5 1正門付近の屋根が伸びる前の駅舎芝浦製作所の最寄り駅として開設されたことによるもの。駅名に新がついたのは東京に芝浦駅があったためである。 ホーム改札付近相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で西側のホームに上り列車が東側のホームに下り列車が発着する二つのホームにはそれぞれ上屋があり駅舎は西側のホームの海芝浦方にある東側のホームは運河に面し駅舎へ海芝浦方の端から構内踏切が伸びている西側のホームと駅舎との間は 数段の階段で結ばれている。駅舎は木造1階建ての建物である。中央部に簡易水果端末と集設箱が置かれている。かつては駅舎の中にキオスクがあったが後に撤去された。トイレは設置されていないが、かつては駅舎横の海芝浦方に男女共用の水仙式トイレが設置されていた。無人駅である。 当駅から海芝浦方面へは単線になっている。一見伏線に見えるが、海芝浦駅に向かって、右手の線路は東芝京浜事業所の専用線へとつながる、ジュ,ジュ線である。ここで JR 貨物と東芝との間で貨車のジュ,ジュが行われる。JR の特定特使内制度における横浜市内の駅である。 新芝浦駅に到着した手重式180変圧機特大貨物、輸送列車あたり駅では、臨時車扱い貨物を取り扱っている。定期貨物列車の発着はないが、海芝浦駅方面に向けて、東芝京浜事業所へ続く専用線が存在し、工場で生産された、あるいは工場に入荷する、変圧機などの大型機器を輸送するために、特大貨物輸送列車が発着することがある。 ホームから海芝浦駅に向かって、左手の線路が海芝浦支線の本線、その右手にある線路が東芝京浜事業所の専用線につながるジュジュ線である。ジュジュ線から専用線構内の入れ替えは東芝が所有するスイッチャーが行う。2008年度の1日平均乗車人員は362人である。無人駅のため、 2009年度以降の乗車人員は公表していない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。近年の年間発着トン数は下記の通り。横浜市鶴見区の埋め立て地にある駅で周囲は工業地帯となっている。当駅のすぐ南には東芝京浜事業所の入り口があり、それより南側は東芝の敷地である。隣の海芝浦駅は 従業員専用の通用口のみとなっているため、東芝京浜事業所への来訪者はこの駅で下車し、正門から入ることになっている。当駅前までは道路が通じており、徒歩で浅野駅方面に連絡することも可能である。ありがとうございます。